後ろのあの顔も、もっとコラボしたしてくれた人の顔作らなあかんや。フーレイ。何このブロック、え、どこでわかるんですかみたいな。もうあそこでーすって、ほらもうこれ歩いたらすぐじゃん。大丈夫と思うんだ。はい、どうも皆さん、マグニーでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。ということでございましてね、本日もやってまいりました。まあ、前回ね、スキンでまた遊ばせていただきまして、あれで結構ね、撮影でも時間かかるんで、あれでもね、スキン着替えるのやっぱ時間かかるんですよね。はい。ぜひね、私の11変形、ぜひご覧いただきたいなということで。そしてですね、本日はですね、ちょっとね、あることをやりたいと思ってます。なんかやるのは当たり前なんだけどね。というかね、こちらのチャンネルは年末年始の続報を毎日マインクラフト動画をお届けするチャンネルでございます。私は柳原とマグニーのお見知りをよろしくお願いいたしますね。もう最近もう昔と全然スタイルが変わってしまったんでね、どうですかね。私はすごい楽しくやらせていただいてますけれども、いや、マイクラがね、年々楽しくなってくるんで面白いですね、マイクラっていうのは。というわけでですね、まあとりあえず始めよう。本日もやってまいります、ショータ。はい、来い。虫特攻が初めて出たぞ。このお兄ちゃんから虫特攻は初めて出たんじゃないか。おお、フレームは何回も出てる。まあいい傾向か、飛び毒耐性。これもやっぱ連続でできる限り粘りながらやらんとね、やっぱ出てほしいものは出ないんでしょうけども。幸運か、幸運なかったような。え、どこ行った、あれ、ああ、ちょっとあれなくなったぞ。浮いとる、浮いとる、ここの中に浮いとる。もうええわ、もうええわ、夜になるわ、そんなことしてたら。はい、今日はですね、ちょっと見てほしいんですけどね、こちら、じゃーん、ここは1個だけ残ってんですね。だからあと2つゲットして、この間の私が試した罠あったでしょ、あれね、差し込もうかと思ってます。ちょっと気が早いんですけど、私はこれ撮影してから1週間後に公開になりますんで、その間に誰か呼べばいいんですよ。その間に来てくれる方を罠にかけるということでございます。どなたになるのか、まあそのあたりはまあまあ皆さん、そのね、そういうのってほら、みんな来てほしい人がいると思うんです。おやすね、みんな来てほしい人があると思うんですよ、それぞれに。だから、まあコメントでね、誰か来てほしいなって書くのが、いいんですけれども、まあまあ自分が来たい、来てほしい人が来るとは限らない、そう思っていただくと幸いでございます。まあ皆さんそんなこと分かってますな。はい、それではですね、早速いきましょう。やってますね、やってますね。あー失敗。脇通しライブね、どっかの、いや前も言ったことを何回も言わないといけないんですよ。言ったことを一回言ったからってみんなが見てるわけじゃないから、その全部の動画をね、全員が全員ずっと見てるわけじゃないから、はい、何回も言わないといけないということもご了承いただいて、ずっと見ていただいてる方もね、含めちょっと聞いてほしいんですけど、脇つぶしライブに関しては後ほど編集して動画にすることはないので、私は最近見るたびに生放送、フォートナイト含めやってるんですけども、脇つぶしライブとか、まあそれ一本でも動画にしないだろうっていうようなものはですね、 YouTube の方でやろうと思いますので、そちらもよろしくお願いします。脇つぶしライブやるよと、これこそやるよと、うん、ぜひ楽しみにしといておくれという、これはある種宣伝行為と取っていただいて結構でございます。はい、やってまいりました。これでちょっと待った、ちょっと待ってれば本当に湧くのかどうかっていうのもあるし、え、何このブロック、これ何、これなんでこのブロック、これあ、あいつだな、許しません私は。ほら、ちょっと待ってね、ポーション飲むね、お約束の、お約束のポーション、ここに湧いてくれれば一番いいんだけどな。ちょっと試してみるか、脇つぶしも進んでいることですし、ね、方法をね、皆様にお見せしたいと思います。久しぶりだな、久しぶりなんだけど、もうこうやって出て、ここでキューンと上に上がりますね、キューンと。この絵だけでもちょっとかっこいいよね、みんなと一緒に見れるこの幸せ。よし、そしてここに入る、そしてネザーの中に入ることでリセットかかりましたね、脇がリセットかかりましてですね、そして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 、もう一度ここに入り、すぐ落下、すぐ落下して、はい、そしてすぐ入る。そうすると、ね、その辺にすげえ湧くはずなんだけど、もうでも、湧き切ったな、湧き切ったな、
湧かなくていい人たちが湧き切ったって感じがしますね。はい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 、処理されてますけども完全に処理されてますけども、もしかしたらここにいるんじゃないの。はい、いません。おれ、ちょっとそうだ、ヨタ話になるけど、最近じゃあね、私は結構いろいろとこうマグクラに関しても編集をしてもらってると、もう皆さんも周知のことだと思うんですけど、面白いですよ。あのこれはマグニーの編集じゃないとか、これはマグニーの編集だとか、みんながね予想してるんですよコメントでね。はい、やばいな。うわ、来なくていいやつ来た。お前もマジで来なくていい。ちょっと湧き潰そうぜ、ちょっとだけよ。お、ここもだよな。え、どこでわかるんですかみたいなどこでそれが違う人が編集したっていうのがわかるんですかとか、そういうコメントが来てるので、あの皆さんがね、それも一つのコンテンツとして楽しんでくれている、その、きっかけをね、やっぱり、諸先輩方が作ってくださってるなっていうのがあるんですよ。やっぱりほら YouTuber ってさ、自分で編集してなんぼみたいな、なんかそれがちょっとこう美徳としてかっこいい的なみたいなあるじゃん。うん、やっぱそういうのももちろんあるんだけど、うん、そうじゃなくなってきている部分も、私もね、やりたいことありますし、メインチャンネルとかあのいろいろあるから別に、YouTube 以外のこと特にやってるわけじゃないんだけど、うん、まあそれにしても、まあそこそこに、忙しかったりね。だとね、何より大事なのはね、家族の時間よ。家族の時間をね削ってやってた、そういった時期も、もちろん私にもありますから、それってね良くないからね、最終的に本当に良くないことなんで、だからね、誰かに編集を頼むことをね、そう、面白いコンテンツの一つとして楽しんでくれている皆様はすごくありがたいなというお話でございまして、もしかしたら今日は編集者の一言的なのが入っている可能性もございますので、ぜひ、概要欄も合わせてご覧くださいませ。はいはいはい、じゃあちょっと湧き潰ししておりますけども、今日ちょっと目的がなんか違ってきてるけどな。これをやりに来たわけではないんだ本当は、本来は。でここ湧き潰しそうだな、湧き潰す範囲だな、ここはこれじゃないんだよ本来はね、頭取りに来てるわけだから、別にここ来なくたっていいんだよ。まあこの辺は基本ライブでね今後やっていくので、 YouTube の方もあの通知をぜひオンにしていただいてね、あ、ライブが始まったっていうのがね伝わるように、していただければと思いますね。そうだな、もうちょっと引こう、ある程度ちょっと引いてから、あのウィザスキーもあの自力で探しに行きますんで、どっちにしてもね、またここに来てくれる人を私は、本当の、マイクラって怖いなって、あ、マイクラってやっぱりこんなに恐ろしいゲームなんだなっていうのをやっぱ分かってほしい、伝えたい。今この手持ちの43個置いたらね、もう探しに行きます終わるわけがないので、この湧き潰し。だからこそライブでやるって言ってね、取って、あえて取っておいたことなのでね、あと3個、123、はい、じゃあもう探しに行くよ、直で探しに行く。要塞の方をぐるぐる回ってね、多少やっぱり湧きやすくなってんじゃないかと思うんだよね。でこっちからここにインして、おっ、おし、探すぞ。おっ、おっ、おお、おい、ちょっと待ってね、ここ探しづらい、この要塞探しづらいわ。でこれアイテムちょっと返しておきたいから、せっかく大事なこの石は返しておきたいから、返して、こっち、懐かしいよ、私一番初めに見つけたここね、うん、ここはいまいち出てこないのよ。なんだけど、それをさらに向こうに越えたここ、ここがね結構、お前かよ、お前かっつって、ほら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 、ありがたいことにね結構ね湧いてくれるんだよね。あのやっぱ条件がいいというか、ほら下がマグマの海になってるでしょ、非常に条件がいいのよ。2個ゲットできればいいからね。でもね、知ってるんだよ、これ探し始めると全然手に入らないということを私は知っている。なのでこれは根気との戦いになるでしょう。根気、あ、もうあと1個ね、あと1個ね、根気っつって言った瞬間これ出すね。これ面白いね、マイクラって。あ、神様たち、おーい、あー、神様、私の剣が強いっていうのもあるな、これ。あっ、
ちょっと待って、出やすくなってない？出やすくなってないっすかこれ。これ出やすくなってないっすかこれ。だ、空気読まないスライムがこっち来ようとしてるけど、なんだよ、すぐ集まりすぎー。幻、本当にもう幻。まあ一応ね、ほら、ドロップ増加3ついてるし、ネザライトだからっていう、もしかしたらその裏効果みたいなのあるんじゃないの。めっちゃすぐ出たね。いや、ありがたいけどさ、ありがたいんだけどね、ありがたいけども、やっぱりなんだかんだちょっと苦労したなみたいな下りありたいじゃん。そこはそこはありたいじゃん、落とせ。やっぱり誰かこう呼んで歓迎の準備をしてありますと。今日はようこそお越しくださいましたということで呼びますので、場所をね、ネザーの中だとやっぱ怪しいじゃん。いや本当は岩盤の上がいいよ、いいけども、やっぱそれはちょっと怪しすぎる、怪しすぎやしねえかいと。かといってネザーをこの付近で呼ぶわけにもいかんでしょ。あのなんかその辺でちょっと考えてあるんですけど、ちょっと待ってね、こっからあの場所を選定していく作業に入ります。よし、拠点を潰されるのはちょっとまだ早い、ちょっとまだ早いし、さすがにお前どれだけ望みすぎだろうとみんなに怒られますから、そこはあえてこのネザーラックも結構残ってるはずなんですよね。ネザーラックそんなねえな、そんななかった。まあでも使わせてもらおう。ここに誰か招待しますね。である程度まあいらっしゃいませっつってちょっとみんな協力してくれよ。ちょっとドッキリ練習さ、これドッキリにかかる方もやっぱ腕が必要なんですよ。これ言うと来る人がちょっとハードル上がっちゃうんですけど、実際そうだったんで、私の経験をもとにねお話させていただくと、本当実際そうだったんで、ダワダワ、この人アンデッドではないのかな。まずねこっちなんだよね、おいで、こう、要するにちょっとまあネザーなであれなんですけど、ちょっと歩いて用意してますから。なんか最近頑張ってらっしゃいますよね、あだこうだして頑張ってらっしゃいますね、なんかモッドとか頑張ってらっしゃいますよねとかつって、こうお話ししながら呼び出す。でこっちに連れてくる。はい、お危ない、でこうして、であそこだからね目的地、もうあそこでーすって、ほらもうこれ歩いたらすぐじゃんね、気をつけて登ってくださいねーっつって、でこっちに連れていく。でここのレザーゲート入って、その先はエンドがあるとこなんですけど、砂無限気候になってます下がね、砂無限気候なんですよ。じゃこっちじゃないんですよ、こっちです、こっちこっち。でこの辺にちょっと用意しとく。どうするのかというと、こうしてこうで、これを押すと出てくる。だからこの辺ホールでしょ。要するにあの人が、あの人が潜める、場所をね作ってある。こう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 、向きがこっちからこうでこうだ、でこうして、はい、こっち向き、これで、起動することはもう確認済みなんですよ。でここに頭入れちゃうと危ないからね、今の段階で入れちゃうと危ないからね、うまく動力をここから伝えてあげればいい。うまくもクソもこれで OK じゃねえかよ、これで OK じゃねえかよ、これで OK じゃねえかよ。はい、多分大丈夫だと思うよ、大丈夫だと思うんだ。だって結構窮屈なところでこの人だって発生するじゃん。こうだ、どうですかこの手の込んだ罠。これで これちょっと用意してますで上見ててくださいで勝ち。待ってるぜ。